ビクトリア・エリーザベト・アウグスタ・シャルロッテ・ホン・プロイセンは、ザクセンイコール・マイ・人間校、ベルンハルト3世の日、後のドイツ皇帝フリードリヒ3世とその日、ビクトリアの長女として、ポツダムで生まれた。幼少時代、シャルロッテは、神経質かつ落ち着きのない性格で、しばしば爪を噛み、自分の服を引き裂いたりしていた。 母方の祖母にあたるイギリス女王ビクトリアは母ビクトリア宛ての手紙にシャルロッテに私がみ癖を聞いてゾッとしていると話しなさい。おばあ様は不作法な女の子を好きではないと、と書いていた。彼女は一旦注意されると手を背中に回して部屋の隅っこへ行くのだがすぐにまた元の癖を始めるのだった。彼女は自分の勉学にも無関心で母ビクトリアを嘆かせた。 その代わり、彼女は祖父母である、ビルヘルム一世と、皇后アオグスタには、非常に可愛がられ、すぐ上の兄ビルヘルムと仲良く育った。1876年、シャルロッテはまたいとこにあたる、ザクセンイコールマイ人間講師ベルンハルトと婚約し、1878年2月に、ベルリンで挙式した。1879年5月に一人娘、フェオドラを出産。シャルロッテは、 家庭生活を投げ出し、ベルリン社交界での暮らしを好んだ。フェオドラは、ベルリンで、祖母、ビクトリアの訪問なしでも、資料フリードリヒス法府でも、複数の乳母やメシ使いたちの下で世話された。彼女はこれを、自由思想の持ち主である母ビクトリアと不一致な、アニビルヘルムと、最小夫フォンビスマルクの保守思想のせいにした。1914年、 夫ベルンハルトが好意を継承。しかし、公費の時代は短かった。第一次世界大戦敗戦後、夫は退位。この頃、シャルロッテは富士の病に侵されており、1919年に回復しないままバーデンバーデンで死去した。近年、シャルロッテの遺体と長女フェオドラの遺体が検査された。この結果、二人ともポルフィリン症を患っていたことが判明した。 シャルロッテの母方の先祖である、イギリス王ョージ三世からの遺伝と推察されている。ありがとうございます。